ビル・ゲイツ、ウィリアム・ヘンリー・ビル・ゲイツ3世、ウィリアム・ヘンリー・ビル・ゲイツ3、1955年10月28日体は、アメリカ合衆国の実業家、事前活動家、技術者、プログラマ、作家、教育者。マイクロソフトの共同創業者兼元会長兼顧問、ビルメリンダ・ゲイツ財団共同創業者兼共同会長。 カスケードインベストメント共同創業者兼会長、共同創業者兼会長、共同創業者兼会長、マイクロソフトリサーチ共同創業者兼会長、テラパワー共同会長、共同創業者兼名誉理事長。称号は、イギリス女王より名誉騎士、名誉大英章ナ内とコマンダー、立教大学及び、早稲田大学より名誉博士を贈られている。シルバーバッファロー賞。 アメリカ国家技術賞、メアリー・ウッター・ドラスカー公益事業賞、大統領自由勲章も贈られている。掃除機集めが趣味。身長は178センチメートル。ゲイツは、1955年10月28日に、シアトルで、ウィリアム・ヘンリー・ゲイツシニア、1925年代と、マリー・マクスウェル・ゲイツとの間に生まれた。ゲイツ家は裕福な家庭だったが、 自分のことには一切お金を使おうとしなかった。そして改収派協会の日曜学校に通い、聖火隊で歌い、ボーイスカウトにも入っていた。また、エドガー・ライス・バローズのターザンモや火星人物を読み漁る一方、フランクリン・ディ・ルーズベルトやナポレオン、偉大な発明家などの伝記を単独した。彼は小学校を優秀な成績で卒業した。IQ は160。 1967年、シアトルの私立レイクサイド中学、高校に入学した。1968年秋、レイクサイド校は、ゼネラルエレクトリック社の GE-635 に接続されたテレタイプ端末を導入した。ゲイツはこれを通じて、コンピュータに興味を持つようになった。この頃、ワシントン大学の近くにコンピュータセンター、コーポレーションという会社が設立され、 d e c の PDP-10 への接続サービスを開始する予定であった。正式運用の前に不可体制テストを行う必要があった。CCC は1968年11月にゲイツらに夜間と週末にコンピュータを無料で使用させた。この経験を通じてゲイツは d e c の PDP-10 に詳しくなった。CCC は1970年2月に 不当たり手形を出し、実質的に倒産する。これにより、ゲイツはコンピュータに触れる機会を失う。1970年11月オレゴン州、ポートランドにあったインフォメーションサイエミインクという、会社から、コボルでの給与計算システムの作成を請け負い、開発費の代わりとして、無料で PDP-10 を使う権利を手に入れた。ゲイツらはコボルに習熟しておらず、この作成は難航した。 ゲイツが高校生の時、高校の先輩であり、ワシントン州立大学の学生であったポール・アレンと、共に、という名称で、交通量計測システムを作成しようとした。アレンによると、このトラフォデータは、私的につけられたチーム名に過ぎず、法人として設立されてはいないため、トラフォデータ社とは言えない。最終的に、このビジネスはゲイツが大学生になっても続けられたが、 大きな利益を上げることはできなかった。この頃のゲイツに関して以下のような逸話があるが、いずれも当事者が否定しているか確認が取れない状況である。これらは、はじめは冗談で言われていた作り話が徐々に尾ひれがついて大きくなったもので事実ではないと思われる。1973年にゲイツはハーバード大学に入学した。 ハーバード大学では応用数学を専攻したが、成績は必ずしも良くなかった。1974年に2年生になると、ポーカーゲームに熱中することが多くなった。この頃同じ寮に住んでいた学生に、後にゲイツの後任として、マイクロソフトの CEO になるスティーブ・バルマーがいた。1974年12月、ゲイツは連から死に、 アルテア8800の記事が載っているのを教えられた。これを読んだゲイツとアレンは、アルテア8800用にベーシックインタプリタを作成することを考えた。ゲイツは、アレンの名前を語って、アルテア8800を販売していたハードメーカーをッつに電話をかけ、実際には、未だ何も作成していないベーシックインタプリタについて、現在開発中であり、間もなく完成する。 ご社に伺ってお見せしましょうか。と言いがもをかけた。電話に応対したミッツ社長エド・ロバーツは動作するベーシックを最初に持ってきたものと契約する。と答えた。これを受けて彼らはベーシックインタプリタの開発を開始した。彼らはアルテア8800の実物を持っていなかった。そこでアレンはハーバード大学にあった PDP-10 条で アルテア8800をエミュレートするプログラムを作成し、これを用いてベーシックインタプリタを作成した。8週間後、ゲイツとアレンの侵食を忘れたプログラミングの結果、ベーシックインタプリタが完成した。1975年3月、デモのため、アレンがニューメキシコのアルバカーキにある3つへ向かった。この際、アレンが ベーシックのブートローダの開発を忘れていたことに気がつき移動中の飛行機中で完成させた。こうして作られたベーシックは3つでのデモに成功し動作した。1975年4月、アレンは3つの社員となった。一方ゲーツはハーバード大学の学生のままであり、学期が終わって夏休みになるとアルバカーキにやってきて、 ベーシックインタプリタの改良を手伝った。その後、9月になるとゲーツはハーバード大学に帰っていった。以降、1976年の春季、1976年の秋季のいずれもゲーツはハーバード大学におり、大学が休みの間にアルバカーキにやってくるという状態を続けていた。1977年2月に至ってゲーツはハーバード大学を休学し、 以降は大学に戻ることはなかった。この時、ゲイツとアレンの間でパートナーシップに関する合意書が交わされた。ベーシックインタプリタ事業が開始された1975年4月をもってマイクロソフト社の創業とされることがあるが、上記のように実際には1975年4月時点ではマイクロソフトという法人は存在せず、そもそもマイクロソフトという名称自体も、 存在していない。また、上述のように、ベーシックインタプリタ事業が始まってからも、ゲイツはその後の約2年間は、実質的にも、ハーバード大学の学生であり続けている。パートナーシップ形成に関してゲイツとアレンの間で、合意書が交わされ、パートナーシップによる経営として、マイクロソフトが正式にスターするのは、1977年2月である。ただし、 この時点でもパートナーシップによる経営であるので、正確にはマイクロソフト社ではない。マイクロソフトという名前自体は1975年7月にアレンが考え出した。アレンによると、その時点ではマイクロソフトという名前はゲイツとアレンの活動を表す指摘なチーム名に過ぎなかった。なお、チーム名という形にせよ文書で、 マイクロソフトの名前が確認できるのは、1975年10月に3つの社長であったエドロバーツが書いた記事が書出である。この頃は、ミクロソフトとハイフンを含む名前であった。1980年、IBM は Apple II の成功を見て、パーソナルコンピュータ市場への本格参入を図ることにし、IBM PC の開発に乗り出した。 短期に開発することを目指していたため、OS については自社開発を諦め、既存の OS を採用、改良することにした。当時、多くのパーソナルコンピュータの OS として普及していたのは、ゲイリー・キルドールによって創業されたデジタルリサーチが開発した CPM だったが、OS 採用をめぐる IBM とデジタルリサーチとの交渉は不調に終わった。そこで、IBM は、 マイクロソフトに OS の開発を要請した。その際に当時 OS の開発を行っていなかった。マイクロソフトはシアトルコンピュータプロダクツから7万5千ドルで手に入れた CP-M5 感 OS-86DOS を IBM PC 用に改良、PCDOS として納入。この PCDOS をさらに MSDOS という名前で他のパーソナルコンピュータにもライセンスで供給する。 こ子により、現在の基礎を作った。7万5千ドルの価格については、破格の条件であり、ただ同然の価格で騙し打ちであったと言われ、後に92.5万ドルを支払っている。MSDOS の普及に尽力する一方、GUI を導入する必要性も理解していた。1982年の秋、コンデックスでビジコープ社のビジアンが MSDOS 上で GUI を実現するデモを見て、 焦りを感じたゲーツは、インターフェースマネージャーという名称で、同様の機能を持つソフトウェアを発売する予定であると発表した。しかし、実際には何も開発しておらず、その後の開発も難航し、製品発売予定は守られずに何度も延期された。実現の見通しがないままで、製品発売のアナウンスを行ったことは、同時期に GUI を実現するパソコンを実際に、 開発中であったアップル社を無用に襲撃することになった。結局、右翼曲折を経た上で Windows という名称に変更されて、最初の製品が発売された時には1985年になっていた。この時期にはすでに GUI を有するマッキントッシュが販売されており、機能的に Windows はマッキントッシュに大きく見劣りするものであった。 Windows が現実的に使えるシステムになるのは1990年の Windows 3.0の時である。1995年にマイクロソフト社の開発したマイクロソフト Windows 95に至ってようやくマッキントッシュと被験し得るレベルに達した。2000年1月に CEO 職をバルマーに譲る。2006年6月15日、2008年7月にゲイツは 第一戦から身を退き、ビルメリンダ・ゲイツ財団での活動を重視すると発表、草、チーフソフトウェアアーキテクト、主席ソフトウェア設計者職を、レイオジーに移譲した。そしてその発表通り、2008年6月30日を、もって会長職には留まるものの、フルタイムの仕事からは、引退、2014年2月4日、会長職から退いて、 技術担当アドバイザーとなり、公認にはが就任した。2016年、大統領自由勲章を妻と共に受賞。2017年5月19日自身出身のシアトルとの姉妹都市、神戸市営予市民の称号を獲得。ビデオメッセージを送った。アメリカの雑誌、フォーブスの世界長ジャバンで、1994年から2006年まで13年連続の、 世界一となった。2006年の個人資産は推定530億ドル、日本円で約6兆2000億円で、2007年、ビル・ゲイツの資産はさらに50億ドル膨らんで資産総額580億ドルとなったが、推定資産620億ドルの著名投資家のウォーレン・バフェット、推定資産600億ドルの中南米の携帯電話会社、 アメリカモビルなどを所有するメキシコの通信王カルロススリムヘルの後人を廃止、ゲイツは3位に転落した。2008年、推定資産400億ドルと、世界的な金融危機で、各々の総資産が減少する中、ゲイツの資産総額も、前年度より180億ドル減少したが、結果的に、再び第1位に返り咲いた。2014年現在の推定資産810億ドルで、 世界一位である。長らく、マイクロソフトの個人筆頭株主でありかつては、資産の大半を、同社株が占めていたが、定期的に売却を続けた影響で2014年には、保有株で、スティーブ・バルマーに抜かれることとなった。現在の同市の資産は、個人投資会社である、カスケード・インベストメント社の投資成果によるものであり、マイクロソフト株も、同社を通じて保有している。 同社の投資資産としては、フォーシーズンズホテル、リパブリックサービ b ズ、エコラボ、カナディアンナショナル鉄道、バークシャーハサウェイなどがある。ホーブスの世界長者番付2017で、推定資産860億ドルで1年間で、資産を90億ドル以上増やし、4年連続の首位に立った。過去23年間では18回首位に輝いている。 テキサス州ダラス市出身のメリンダーンフレンチ、旧生徒1994年1月1日に結婚した。子供は3人いる。シアトル郊外、キング郡マダイナに在住。研究家、倹約家、その他、ビル・ゲイツが彼の妻メリンダー・ゲイツ、父親のウィリアム、ビル、ゲイツ・シニアと共に作った事前団体。2005年には国際団体、 ワクチンと予防接種のための世界同盟に民間としては最大規模の七億五千万ドルの寄付を発表した。財産管理は主にメリンダーが行っており、寄付をする際の検査は厳格に調査していると公表している。なお、2006年6月15日の記者会見にて2008年7月にマイクロソフトの経営とソフト開発の第一線から退き、ビル メリンダ・ゲイツ財団の活動に専念すると発表した。2006年12月1日には、夫妻の死後50年以内に財団の資産を使い切って活動を終えると発表した。同期金は、我々が取り組んでいる問題を今世紀中に目覚ましく進展させるためと存続期間を限定した理由を説明している。同期金は、途上国のエイズ、マラリア、 結核の根絶や教育、貧困、保険、介護、敷地、子育て、疲労の水準の改善などに尽力しており、今後はさらに寄付を拡大する方針も明らかにもしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。